斉藤大吾もまだまだここで諦めるわけにはいきません。さあ入れ替えの2本目、川端が飛んできた。それに対して斉藤大吾も入っている。斉藤大吾も入っている。さあここでいやー抜いていこうというところ、抜きを決めた。もう一回抜き返す。これはどうだ。オーバーテイクは決めてはいます。ここのラインでぴったりとは入っている。しかしここからのラインということですね、ちょっとね、ライン、これはオーバーテイク取りが一番偉いというのではなく、横にぴったりとくっつくのが非常にいいと常日頃言っておりますが、これはどうでしょう。だってこの人こんなことやってるもん。分かったよ、もう一回いくよ。サドンです。いいですよね、やっぱりね、見たいですねこれね。はい、サドンです。最高顧問が俺の耳元でささやいたんだよ、はい、もう一回行こうよ。だってさね、俺の中で決まってんだよ。帰りの新幹線の時間だってあんだよ俺だって。そんなの知りませんよ。そうか。さあサドンですに入った1本目はどうでしょうか。これで決着がつくのかどうか。さあ今度は川端、アドバンテージ持っていくでしょう。これでいいんでしょ、土屋さん。あの横にこれずっとついていく方が難しいんですよ。これは難しい、はい、アドバンテージ、川端持っていきました。さあ今この両者がスタート地点に戻りました。入れ替えてサドンデスの2本目ということになります。川端雅人が前、そして斉藤大吾が後ろから追い上げる。先ほどはオーバーテイク取りを見せた。さあ今度はどういうことになりますか。川端が見えてきてぴったりと斉藤大吾。うわー、クラッシュ。うわー、ものすごいクラッシュ。うわー、とんでもない状態で2台が大クラッシュをしてしまいました。いやー、ここまで激しいクラッシュは初めてだね。過去の D1 グランプリではありません。もう両者ギリギリのバトル。これはギリギリだね。しかしここでちょっと戻っちゃったんですね。斉、ね、うん、藤大吾が戻って遠赤に乗って、この状態はもう飛び込み今182キロでしたからね、うん、ですからその後の170キロぐらいでそのまま、まだこれ逆側だったから、うん、川端よかった。そうだね、だ今のはやっぱりもう大吾にしても、はい、入ろうとしたら遠赤の上で、はい、ハイサイドみたいに起きちゃってるから。そうですね、完璧にハイサイド状態でしたもんね、まあ、うん、故意ではないにしてもね、はい、故意にプッシングしたわけではないです、うん、はい、あのだから我々もですね、車検でかなり厳しくですね、その安全面に関しましてもですね、うん、サイドバー含めた、そしてロールバーロールケージのですね取り付け方法まで含めて、うん、かなりうるさくずっとここ数年やってきまして、うん、しかし本当に、幸いにもですね、うん、大きなクラッシュは今までなかったんですよ。そうだね、はい、今まで D1 市場にないこの2台の凄まじいクラッシュシーンと。